パフィピポヤマは、パフィの楽曲。同グループ34枚目のシングルとして、2015年11月18日に、ワーナーミュージックジャパンから発売された。前作、脱ギストピアから約2年半振りとなるシングル。本作の発売決定は2015年10月5日に発表された。初回限定版と通常版の系に形態で発売され、初回限定版には、 女流美術家の愛、マドンナによるパフィーのイラストを印刷した、パフィー愛マドンナオリジナル T シャツが同梱されている。また、本作の発売決定と同時に、同年12月2日に、パフィー主催イベント、パフィーと対番、愛の説教小屋の第2弾、パフィーと対番、愛の説教小屋のエキュンソングを台場にお届け、電波組、インクに電波組、 インクをゲストに迎えて開催することを発表した。兄弟曲、パフィピポ山は、電波組、インクに、ゆえんのある人物が多数参加しており、サウンドプロデュースをも、福ちゃん、作詞を前山田家一作曲をパンデボーイ、編曲を浅野久志が手掛け、前作までとは一線を画すクリエイターが集結した。10月23日放送の、ラブミュージックにて、 テレビ初披露され、シングル発売に先駆けて11月4日から iTunes ストア、レコチョク他にて先行配信された。モモマン重表題曲、パフィピポ山のミュージックビデオは映像作家スミスと夢ネムネムによる映像ユニットスミネムが監督。3D ドットグラフィックを多用した工場のような空間を舞台としており、パフィがベルトコンベアの上でひたむきに、 桃まんじゅうを作るという内容になっている。また、歌詞にある、白のパンダや、カニに加え、カオマンガイ、ヤムーンセンなどのアジア料理が、ベルトコンベアーに登場。振り付けはユミコによるもの。パフィピポ山のミュージックビデオは YouTube において2015年10月23日に、初公開された。カラフルウェーブサーファーズは、 本作発売前の6月26日から7月20日にかけて、パフィーがラゾーナ川崎プラザのラゾーナバーゲンキャンペーンキャラクター及びラゾーナの夏休みスペシャルサポーターを務め、ラゾーナバーゲンのキャンペーンタイアップソングとして発表されたもの。ラゾーナバーゲンの CM ソングとしても使用されており、パフィーが出演もした CM は6月22日から放送された。 プロデュースは、岡本図の岡本幸喜によるものであり、作詞はパフィー、作曲は岡本幸喜が手掛けた。また、本作発売に先駆けて7月29日より、レコチョクタで配信リリースされた。ここハワイは、ハワイ情報を伝える番組、ハワイに恋して、クレイジー・フォー・ハワイのオープニングテーマとしてオンエアされている楽曲であり、プロデュースは、カラフル・ウェーブ、 サーファーズと同じく岡本幸喜によるもの。作詞は大抜き編作曲は岡本幸喜が手掛けた。大抜き編はこの曲を聴いてハワイに行きたくなるような曲にしたいと思い歌詞を書いたとしており、吉村由美は若い人たちと作ろうというコンセプトで岡本幸喜と一緒に制作したところが注目ポイントとコメントした。ありがとうございます。